ね、この謎を先に解いてくれたのは田中くん。もう意外なとこでキーパーソン。時空結界を破壊できる男、それが田中ガンダムだ。覚えておくがいい。田中はなくしたイヤリングを床下で見つけたって言ってたよな。魔剣のイヤリングだ。そう、この球館の床下には十分人が入るスペースがあったんだよ。犯人は床下で戸上を待ち構え、床の隙間から戸上を刺したんだ。確かに直径5ミリなら床の隙間からでも通せるかもね。けど大広間から床下に行く入り口なんてねえぞ。どうやって行ったんだ。それは田中が見つけてくれた。床下に入る入り口があるのは。厨房だ。は？え？この球